おはようございます。はい、もぼくさん、おはようございます。おはようございます。ガッデムさん、おはようございます。リエさん、まゆちゃん、みーちゃん、みさん、早起きです。ルルさん、おはようございます。今日は、今のところいい天気ですね。天気予報だとちょっと曇るということですが、今は晴れてます。チャイさん、おはようございます。ここはですね、まあ、新しいところ、初めてのところかもしれません。待ってたんだよ、キューちゃん。ああ、そうですか。ありがとうございます。太平洋さん、ありがとうございます。ここはですね、ちょっと新しいところなので、ちょっと周りをお見せしましょう。ぶっちさん、ぼっちさん。はい。新海さん。ああ、かかりますね。これくにさん、おはようございます。大雨です。チャイさん、チャイさんのところは大雨です。ユウさん、ともさん、おはようございます。メロディーさん、おはようございます。ちょっと皆さんにお見せしたいものがありますね。これはですね、多分サルスベリ、サルスベリの木だと思うんですが、こうツルツルしてますので、猿もですね、滑って登れない。これサルスベリの木だと思います。電動ガムさん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。そしてですね、今は6月で梅雨です。ですから、アジサイがね、たくさん咲いてます。ここにアジサイがありました。アジサイですね、ピンク、それからこれ薄いブルー、薄い紫って言いましょうかね、薄い紫ですね。アジサイがあります。キューちゃんは蚊に刺されて微笑んで見回るんですか。いや、顔を叩きます。モンクさん、綺麗ですね。そうですね、まあ、今アジサイが一番綺麗な時だと思います。今日のタイトルは、イエス様を意識して祈ろう。イエス様を意識して祈ろう。その一昨日ですかね、イエス様はそばにおられる、あなたのそばにおられるというタイトルでしたけど、私たちは祈るときですね、祈るとき、その習慣的に祈る場合があります。ハイヒットさん、ユービさん、おはようございます。ぼっちさん、おはようございます。今日も元気そうで安心しました。ありがとうございます。皆さんの祈り感謝します。皆さんの祈り感謝します。イエス様を意識して、祈る。イエス様は言いました。同じ言葉を繰り返して祈ってはいけない。同じ言葉を繰り返して祈ってはいけない。つまり例えば呪文みたいに、ね、念仏みたいに、祈ってはいけない。それはですね、何か、機械的な感じです。非人間的で。何か祈りというものがですね、義務的とか、その義務的とか機械的とか、そういう祈り、私たちは人間同士でもそうですよね。私たちは何か事務的に取り扱われたり機械的に取り扱われたら嬉しくないです。何か市役所行ったり
郵便局行った時に私たちが、ね、何かこう事務的に扱われたら嬉しくありません。私たちはその人間として取り扱われて、電波悪い、ああ申し訳ありません、ちょっと電波が悪いということで、電波のいいところに行かなきゃいけないんですかね。じゃあちょっとですね、電波のいいところがあるかどうか、ちょっと電波が悪い感じですね。はい、申し訳ないです。どうしましょうかね。プチプチですか。そうですか。じゃあですね、ちょっと電波のいいところに移動したいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとですね、移動したいと思います。電波がいいところがあるかどうか、あ、鬱陶しいほど切れる。そうですか、鬱陶しいほど切れる。今はどうですか。ここは、あ、ここも良くない。じゃあもうちょっと場所を変えましょうね。ちょっと待ってくださいね。動いてます。ちょっと登っています。皆さんちょっと山を登っているような気分で行きましょうか。ここはどうでしょうかね。ここは、あ、電波悪いから、いや、やっぱり電波悪いでしょうか。もうちょっと行きましょうか。この辺はちょっと息切れしてます。ここは電波いかがでしょうか。蚊がいます。まあ蚊がいて当たり前ですが、ちょっと今暑いので息切れしてます。あ、やっぱり電波悪いね。電波最悪。あ、そうですか。ごめんなさい。ではですね、電波が悪い。申し訳ないです。電波大丈夫です。はい。それではですね、話を続けていきます。あ、今日証があります。証があります。今日の朝ですね、あのいつも聖霊様に起こされて朝起きるんですが、今日最近ですね、ちょっと寝坊気味なんですね。最近寝坊気味だなんですが、あの今日起きる時ですね、あのポンポンっていう音が聞こえたんです。まあ私は目覚まし使いませんから、ポンという音がどこから来たかわかりませんが、
そのポンという音で起きたんですね。そして時計を見たら3時50分なんですね。ですから精霊様がですね、私を起こしてくれたんですね。いつもはですね、そういう音で起こしたことはないんですけど、今日初めて、精霊様に、ポンという音で起きました。ですから非常にびっくりしました。本当に聞こえたんですね。本当に聞こえてですね、ちょうど3時50分ということは4時に起きなさいということではないかと思うんです。非常にまあ本当に聖霊様は私たちが朝ですね、祈んなさい、昨日言いましたね、デボーションタイム、デボーションタイムを持ちなさい。デビッド・テイラー氏によると、イエス様はですね、私たちと、そういう個人的な交わりを持ちたい、朝3時50分ですね、3時50分。ゆうさん、私もキューちゃん牧師と同じ時間に起きました。そうですか。イエス様は皆さんと個人的に交わりたいのです。そして一番のいい時間は朝3時から朝6時の間、その3時間がとてもいいんだそうです。ですから去年の5月ぐらいから、最初は3時に起きてたんですけど、ちょっときついので4時に変えたんですが、去年の5月から4時から6時の間をデボーションタイムにしていますが、少し、寝坊するとですね、聖霊様が起こしてくれます。皆さんもきっとそういう経験をするでしょう。はい、そういうわけで皆さん、私たちはイエス様の方が皆さんを愛していて、イエス様の方が皆さんと、時間を過ごしたい、いい時間を過ごしたい、それは、イエス様の方が、そういう気持ちが強いということですね。ですからぜひ皆さん、私たちは、積極的にイエス様と交わる時間を持ちましょう。ゆうさん、今朝にさくらと散歩して放送を見させていただいてます。そうですか。さっきですね、さっき用意してる時ですね、犬を連れた人がですね、そばに来てですね、犬に糞させたんですね。そしてその後ですね、皆さん知ってると思うんですが、その後ろ足でポンポンポンって蹴るんですね。そうするとこう泥がですね、まあ糞にかかるわけです。ところが、まあ、その犬はですね、方向が違ってちょっとずれた方に泥を蹴ったんですね。あれを見るとですね、神様のユーモアだと思うんです。皆さんすごく、ゆうさん、さくらはそれちょっとできないですけど、犬がね、糞に対して泥をかけるのは神様のユーモアだと思いませんか。あれを進化論ではどう考えても進化でそんなことしたとは思えないですね。非常に神様のユーモアを感じます。リュービさん、なぜ、死にたいかというと、悪霊がリュービさんを支配しているからですね。その悪霊を追い出してもらうと、リュービさんは元気になります。だからぜひ、リュービさん、イエス様を信じて、ね、悪霊を追い出してもらいましょう。そうすれば、もう全然違った心、違った人生になります。シャンさん、おはようございます。みーちゃん、本能ですね。そうですね、本能ですが、それは神様が、その、設計した本能ですね。マリさん、おはようございます。ヤシリさん、おはようございます。
ゆうさん、さくらはおむつをしています。外で気持ちよく排泄させてあげたいのですが。そうですね、ゆうさん、天国ではですね、天国ではさくらが、でも天国では排泄がないんですね。天国では排泄がありません。もうかさん、確かにそうですね、神様はユーモアのある方なんだと分かりました。みーちゃん、UB2 期、もっとイエス様を信じよう。スーパーさん、排泄がないということは天国では内臓がないんですかね。どうなんですかね、わかりません、内臓があるかないか、ちょっとそこのとこはわかりません。メモレスさん、排泄がないとはすごい、アイドルの世界ですね。ヒコさん、地獄では排泄あるんですか。いや、そこはちょっとわからないですが、ものすごく臭いとこですね。もう地獄そのものがものすごい臭いとこですから、まさにそれは、とんでもない世界だということですね。チャイさん、私の愛犬は洗礼を受けることができますか。いや、チャイさん、洗礼は人間だけですね、動物には洗礼をしません。シャンさん、質問です。天国では魂だけが生涯生き続けるのですか。いえいえ、そうではないです、天国には、朽ちない体、本当の体、病気にもならない、怪我もしない本当の体が与えられます。天国では魂だけではないのです。ちゃんと天国の体があります。そしてそれは食事もすることもできるし、私たちのこの地上の生活以上のことができるんですね、この私たちのこの地上の体、地上の生活は天国をモデルとした、ある意味ではその予告編なんですね。この地上の生活は天国の予告編です。スーパーさん、整形しても天国では元の顔に戻ってしまうんですかね。スーパーさん、逆です。天国に行くとみんな、イケメン、みんな美人になるんですね、整形以上の顔になりますから安心してください。私たちもこの、人間を人間として見てもらいたいですよね。多くの怒り、多くのですね、不愉快な思いというのは人間扱いされない、何か心がこもってない、何かこう軽くあしらわれてる、無視される、そういうことの中で私たちはこの日常生活の中で、不愉快になったり怒ったりするんではないでしょうか。ハンナさん、おはようございます。シャンさん、天国にはお洋服ありますか。みんな、もちろんありますよ、私たちはですね、天国ではですね、主に白い服を着ています。白い長服を着ていますよ。他にも着ると思いますが、多分、シャンさんの天国の家の、洋服ダンスにはいろんな服がもう用意されてるかもしれませんよ。スーパーさん、フィリピンで看護師さんが多いのはキリスト教精神が根付いてるからなんでしょうかね。ああ、どうしてでしょうかね。はい、私たちはですね、私たちも、礼儀正しく対応されることが嬉しいです。だとすれば、
イエス様はなおそれだと思いませんか。イエス様も無視されたり、この礼儀のないような対応はイエス様は喜ばないでしょう。罪というのはそういうことではないでしょうか。罪というのは、神様を無視したり、神様の教えに対して教えを軽く見たり、イエス様に対する態度が悪かったり、それがですね、罪ではないでしょうか。私たちは人に対しても礼儀正しく、敵をも愛するような対応をするならば、神様に対してはなおさら正しい態度を取るべきではないでしょうか。それが信仰だと思います。それが信仰だと思います。ですから、もし私たちが祈るときに機械的に祈ったり事務的に祈ったり、イエス様を意識しないで祈るならば、それは本当の祈りではないし、そのような祈りはイエス様は喜ばないと思いませんか。まあ、クリスチャンでもですね、だんだん敬愛化して祈りがですね、事務的になっちゃうことがあります。多くの人は、食事の前に祈りますが、イエス様この食事を感謝します、アーメンなんて言ってですね、もう一言で、祈ってる人がたくさんいます。もうそれを早く食べたいから、もうなんかイエス様この食事を感謝します、アーメン、もうなんかそれを言えばもう祈ったことになるような、そういうクリスチャンが多いです。でもそれはイエス様からすればあんまり嬉しくないですね。なんかこう取ってつけたような祈り、何か、まあ習慣的に祈る祈り、まあイエス様を何かこう意識してないような祈りではないでしょうか。本当にイエス様を意識して祈るならば、もうちょっとですね、何か心から何か自分の本心を言うのではないでしょうか。何か自分の、思いをですね、正直に、イエス様に、話をする、イエス様が喜ぶのは私たちの、まあ、正直さ、そして、その誠実さ、本当にイエス様に対してそのイエス様を意識して感謝を持って、イエス様に正しい心、正しい態度をとって、祈る、それがイエス様が喜ぶ祈りではないでしょうか。もちろん私たちは不満があって、ね、何かブツブツ言いながら祈るということはイエス様は喜ばないですよね。イエス様は、感謝を持って祈ってほしいと思います。ですから私たちがもし感謝する気持ちがないと祈らなくなるということになるでしょう。多くの人は不満があって、なぜ神様こんなことがあるんですか、なぜ神様あなたを信じているのにこんなひどい状況があるんですか、そのような不満を持っていると祈りたくなくなってくるでしょう。そして渋々祈ったり、渋々祈ることは、それはあんまり、神様は喜ばないと思います。シャンさん、私は幼少期から不思議な出来事が多くあり、自分の体の中にイエス様がおられると今でも信じて祈り続けています。アメン。素晴らしいですね。自分の中にイエス様がおられる、十字架のネックレスはお守りではありません。ファッションでもありません。私たちは、十字架を誇っていますね。チャイさん、出かけるときに十字架を身につけた方がいいですか。私はですね、十字架を誇るという意味でつけた方がいいんじゃないかと思います。ただつけてるだけで伝道になると思います。明石タイムラーメンと言ってる人は天国行けますか。多分行けないんじゃないかと思います。いや、それは分かりませんよ。行けるかもしれませんが、あんまりいい態度ではありませんね。ハナさん、パスタやお寿司、焼肉は好きですか。ラーメンを食べることありますか。
パスタもお寿司も焼肉もラーメンも大好きですね。好き嫌いがあまりありません。どんなものでも、好きです。イカ墨のスパゲティだけはちょっと嫌い。イカ墨のスパゲティだけはちょっと食べたくないですね。ともさん、牧師はどんな時に神を感じますか？そうですね、自然の中に、ね、こう自然を見てる、綺麗な自然を見てる時は、ね、神様を感じますよ。綺麗な景色を見てる時も神様を感じますね。あ、花が咲いてますね。ちょっともう終わってるかな。ちょっと終わってる感じですけど、一応お花ですね。葵さん、おはようございます。むしろ、私たちはイエス様を意識して、イエス様を意識していつでも、神を感じたい、いつでも神を感じたいと思うべきではないかと思います。チャイさん、配信が終わった後 YouTube で見直しています。ありがとうございます。それは素晴らしい、それは嬉しいです。あ、それでは明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様を意識するようになった証。祈るときにイエス様を意識して祈るようになった証。イエス様を信じて、本当にイエス様がおられる、イエス様がそばにおられるということを感じるようになった証。スタート。みーちゃん、気持ち、心を込めた祈りなんですね。そうですね。シャンさん、この地球上の存在する人、自然動物などはイエス様が作られたと信じています。アメン。イエス様を信じていたら、ニートでもいいと思えるようになった。アメン。配信を見るようになって、家族をより一層愛することができました。チャイさん、よかったですね。素晴らしいです。ルルさん、イエス様に強くお願いしたら、すべてが叶っているので怖いぐらいです。すごいですね。素晴らしいですね。強くお願いしたら、イエス様に強くお願いしたら、すべてが叶っている。わあ、すごいです。素晴らしい。ユウさん、空を見ると、空にイエス様を感じ、どこで何をしている時も、そばにイエス様がおられるような気がします。本当にそうです。イエス様がいつもそばにいてくれます。ユウさんを愛していて、ユウさんのそばにいてくれるのです。伝道釜さん、イエス様を意識して祈ることは天国への第一歩だと思います。アメン。ハンナさん、朝が大好きになりました。朝が大好きになりました。朝は一日で一番素敵な時だと思います。すべては偶然ではなく、必然。神様が贈られた贈り物なんじゃないかと思った。その通りですよ。祈るとき、いつもイエス様を感じながら祈っています。この伝道放送でイエス様がもっと喜ぶような祈りに変えられました。感謝します。いいですね。イエス様を感じながら祈る。イエス様を意識して祈る。イエス様が本当におられる。
祈りを聞いてくれている、私たちに対する思いが本当に愛である。イエス様は本当に皆さん一人一人をものすごく大きな愛で愛しているんです。その愛を感じながら祈りましょう。イエス様の愛を感じながら祈るんです。チャイさん、イエス様に出会えたことを感謝します。アメン。ルーさん、お腹の腫れが引いてきて元気になってきました。よかったですね。私は過去に人間不信でしたが、イエス様とつながりを持つようになって、苦手な人も神の愛で愛せるようになりました。アメン。そうですね、多くの人が人間不信です。でもイエス様が癒してくれます。イエス様が癒してくれます。イエス様を信じたら青い空が美しく感じました。アメン。本当です。イエス様を信じると自然が美しく見えるのです。自然が美しく見えます。自然が偶然ではない。自然は神様が作られたもので、私たちのために作ってくれた。進化論ではね、そんなことはないですよね。でも事実は違うんです。事実は私たちを愛してるがゆえに、イエス様は私たちを愛してるがゆえに、私たちのために自然を作ってくれたんです。つまり、自然の意味が分かったんです。それまでは進化論ではですね、自然の意味が分かりません。何のために植物があり、何のために動物がいるか分かりません。なんでペットが可愛いかが分かりません。しかし神様が私たちのために可愛いペットを作ってくれたんです。神様が私たちのために綺麗な花を、私たちを慰めるために、私たちを慰めるために、綺麗な花を作ってくれたんです。それは、そういう意味では自然は神の愛なんですね。自然は神様の愛です。自然を通して神様は皆さんを愛してくれてるんです。自然を通して皆さんは愛されてるんです。可愛いペットも、可愛いペットも、イエス様が皆さんを愛してくれてるんです。ペットを通して、ペットを通して皆さんを慰め励ましているんです。伝道鎌さん、イエス様が常にそばにいてくれます。これさえ意識すれば生活も輝いてくるのではないかと思います。その通りです。その通りです。私たちはイエス様に近づかなければなりません。デビット・テイラーのように、デビット・テイラーのように顔と顔でイエス様と会う時も来ると思います。私もそれを期待しています。皆さんも、そういう時が来るでしょう。顔と顔でイエス様の御顔を、仰ぐ時が来ると信じます。メモレーさん、週末は神の愛に包まれるために森に行こうと思います。いいですね、森が近くにあるんですか、いいですね。シャンさん、この配信を通じてもっとたくさんの苦しんでいる人たちに御言葉を伝えていきたいと思います。アメン。そうです、皆さん、そうです。皆さんがイエス様に励ましを受けると同時に、今度は皆さんがイエス様を述べ伝えて、同じように、皆さんと同じようにイエス様に、慰められる人たちが起こされること、それがとても大事だと思います。私もそのための配信です。イエス様を伝える配信、イエス様がそばにいますということを伝える配信、多くの人が、多くの人が希望を持つ配信、そのための配信です。皆さんもぜひそうしてください。そうです、ジュデロンさん、お盆に墓参りはやめた方がいいです。それは死者崇拝になります。それをイエス様が喜ばない。イエス様は、
イエス様以外のものを拝んでほしくない。イエス様以外のものを崇拝してほしくないのです。ヒットさん、イエス様を信じると腰痛が治りますか？私も腰痛でしたけど、今痛くありません。私はですね、首も痛かったんですけど、首も今痛くありません。腰も痛くありません。信仰によって癒されました。ぼっちさん、配信が終わったら一人ぼっちです。大丈夫です。ぼっちさん、イエス様を歓迎してください。ぼっちさんの心にイエス様に来てもらってください。そうすればもう永遠にぼっちではありません。永遠にぼっちではありません。多くの人はぼっちです。それはイエス様を歓迎するために、そのぼっちであることはイエス様を歓迎するためのことなんです。伝道鎌さん、イエス様が十字架にかかっている夢を見てからイエス様の愛をより感じるようになりました。アメン、アメン。素晴らしい。坂田さん、2週間ほど食欲不振と吐き気がひどかったですが、やっと良くなってきました。イエス様に感謝します。アメン、アメン。みーちゃん、すべてに優しくできたらな。頑張る。トゲオは早抜かんと。みーちゃんさん、イエス様に願ってください。トゲを抜いてください。トゲを抜いてくださいとイエス様に祈りましょう。イエス様は意識してほしいのです。イエス様は、皆さんに無視してほしくない。イエス様はいつでもどこでも認めてほしいのです。そしてそれは私たちのためであるんです。私たちがイエス様を意識することはイエス様も喜ばれるだけではありません。私たちがどれほど私たちにとって益となるのか、どれほど必要なのか、私たちはそれを知らなければいけません。イエス様を意識する、まさにそれが信仰です。それが信仰です。坂田さん、祈りは必ず答えられます。叶えられます。祈りは必ず叶えられます。今日の配信を見て、イエス様を意識して祈ろう。これからはイエス様を意識して祈ろうと思う方、アメン。イエス様を意識して祈ろうと思う方、アメン。ここちょっと角笛ができそうです。角笛ができそうです。ちょっと練習、これ練習なんですね。これからはイエス様を意識して祈ろう。これからはイエス様を意識して祈ろうと思う方、アメン、アメン。天皇様、祈るときにあなたを意識したいのです。どうぞあなたを感じるようにさせてください。多くの人があなたを求め、あなたの御顔をしたい求めます。あなたに近づきたいのです。あなたから離れたくありません。私にとどまり、私の言葉にとどまりなさいとあなたは言われました。私たちはあなたにとどまりたいのです。いえ、あなたの御顔をしたい求めています。イエス様、どうぞ、私たちを引き寄せてください。私たちを引き寄せ、あなたを感じるように、あなたの御顔を会うことができるように、したい求めます。あなたの御顔をしたい求めます。どうぞ祈るときに、植え替え気を与えてください。あなたをもっと知りたい、味わいたい。あなたと親密になりたい。あなたと親密になりたい。顔と顔で、あなたとお会いしたい。イエス様、どうぞ。リスナーの方々、
あなたに近づくことができますように、あなたをもっともっと強く、もっともっと強くあなたを意識することができるように、祈りを通してあなたに近づくことができますように、祝福してください。祝福してください。今日一日もあなたに近づく一日、あなたに近づく一日となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、イエス様に、近づく一日となりますよ。ぜひ皆さん絶えず祈りましょう。絶えずイエス様に感謝を捧げましょう。思いっきり溢れるばかりの感謝、溢れるばかりの感謝をしましょう。それじゃあまた、夜7時にお会いしましょう。シャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム、良い一日を。シャローム。